人生などかいてきなものか。三大欲求がどれだけ恋愛に有害か。今絶対に恋愛したくない JK と絶対に恋愛させたい魔法使いの仁義なき戦いが幕を開ける。ロマンティックキラー。さすが僕が見込んだ非ヒロイン属性。